はい、それではスーパーマリオ RPG やりたいと思います。マルガリータが逃げましたので追いかけましょうと。やばい、当たった。失敗。タイの、それはわからん。ほう。やっほー。行け。嘘だろ。危ねえ。どうしもトメラさん、しかしながら、マシュマロ王国の民は、魔力に押し明らかに呪文になぜ気づけなかったんだろうかけない。そうですよね。全然違うよね。大、危な。マロと全然違うよ。あれとか言っちゃった。え？落ちるー。どういう仕組み？スポーンと。スポーン。次に落ちるんかーい。まだまだ落ちるー。どうすんの？はい？通ったよ。え？はい？ん？関係あんの？関係ないよな。ね。どう、編成は特に関係ないのか？もう全くわからんの。あ、ここか。流れてた音楽なかなかミステリアスな雰囲気の音楽ですね。時々聞こえる笑い声も相まって。あはは、確かに。ミステリアスな雰囲気ですね。やかましいざまさやつに。え？来たー。はい？どういう状況？たーぶな。
ちょっと待って、ちょっと待って、それは、それはちょっと待ってよ。ちょっと。え、そうなの？マジかよ。ややこしいことすんな、どうぞ。あいたいな、お前。はい？マリオグッパー。クッパー、なんとか頑張ってくれ。危ねえ。痛いな、位置。やったれやったれ。三人技や。行ったれ行ったれ。そういやー。いい。よくもやっとざますね。え？あー、逃げていっちゃいましたね。そんじゃ。え？何してんの、マリオ。雨が降る。やんだ。何やった？パパママ、こちら一緒に旅をしてきたマリオさんと。仲間たちです。これはこれは、この度はまことにご苦労さん。わしはマシュマロ。マロパパだよ。こんにちは、皆さん。この度はマロが大変お世話になりました。パパ、ママ、ママ、みんなを紹介します。こちら、キノコ城のピーチ姫。お、あなたが有名なピーチ姫、パパ、サインもらっちゃおうかな。あなた。そう、すまんね、すまんね。で、隣のおひげさんは、こちらがマリオの家のマリオさん。この度でいろいろお世話になったんです。あ、もしかしてあのジャンプの時にはマリオ？かっこいいな、サイン。ちょっとあなた。じゃあちょっとだけジャンプ見せてくれないかな。かっこいい、ありがとうね。こちらクッパ城のクッパさんです。わお、これはまた有名なクッパ。うん、やっぱりサイン欲しいな。ダメ？はいはい、ごめんね。そしてこちらがさっき話した星空から来たジーノさんです。おう、さっきの話ね。なんでもストラーダー、ストーラーダーが大変。スターロードです。ちょっと待って、角から大きな流れ星？スタビス。角のです。カイザードラゴン、ガオーだからな。マロン頑張ってマリオさんって力になればガオーも怖くないかもね。心配だけはパパも若い頃は。火山には、シノピオという優しい方がいるので、その人と頼るといいでしょう。自慢の温泉にも入ってて、うちのドアから行けるからね。気をつけて。
はい、必ずスターロードを元に戻して帰ってきます。よーし。長い。あ、本物のマロウジ。先ほど失礼いたしました。あんな太って黒い鳥がマロウジのはずはないですよね。そりゃそうだよ。お？これはまさか。お、回復回復。この先、ガチョンと火山。落ちろ。落ちたらいいのか？落ちるー。ほんまに火山やん。バレール火山。うわぁ、もうやだやだ。なんか動き出しそうだな、ほら。当たったなぁ。標的がいないからよかった。痛いのぉ。どうしようカメラさん、さっき見えた時にはマロの感動を表現した感じです。初めてマロと会った時の雨の降るというのがありましたね。あー、そうですね、なるほど、感動っていうことですね。よしよしよし。感動して泣いて雨になったということですね。ありがとうございます。ふぅ、勝った勝った。よし、頑張るぞー。やったり、やったね。行けー、今だー。おっと危ない。なんじゃこりゃ。うわおー、あー恐ろしい。ぬー、熱い。怖っ、恐ろしいのこれ。そこに戻るのかい。ちょっと待って、いろいろと恐ろしいな、ここ。これはね、ちょっと待って、ちょっと待って、宝箱座らせて、で、セーブ。バレール火山。では、一旦ここで区切ります。ご視聴ありがとうございました。